DF-5、DF-5 DF は、中華人民共和国が開発した、大陸間弾道ミサイル。DOD 式別番号は、CSS-4。1965年3月、第7機械工業部第一研究員、現、中国工展鍵集団工信、はじめ河川技術研究員は、今後8年の間に4機種の弾道ミサイルを完成させるという、 8年4段計画を中央軍事委員会に提案た。2ヶ月前の1965年1月に国防部第5研究院は第7機械工業部に分離独立し、下かつする第1分院は第1研究院に昇格していた。第1研究院は8年4段計画の4機種の弾道ミサイルのうちの MRBM の DF-2A、DF-3 の2機種は ほぼ開発終了の目途が立っていたため、より長射程の IRBM、ICBM の完成に向け段階的な努力を、傾注することとした。計画では、最大射程 4000km、ペイロード 2200kg の DF-4、IRBM と、最大射程 12000km、ペイロード 3000kg 超の DF-5、ICBM を、 それぞれ1970年と1972年までに完成させることが明記切れていた。1967年7月に第一研究員は DF-4 の開発を中止し DF-5 の開発に集中するべきであると中国政治指導者らに進言した。大和賞を兼ねるの通り DF-5 の射程とペイロード能力があれば DF-4 の攻撃像もカバーできると考え、 DF-5 に人員、資金を集中させることで、開発目標の期限を守ることができると考えたからである。この進言に対し、政治指導部らは、DF-5 の開発が DF-4 の開発に比べ技術的ハードルが高く、DF-5 に一本化して、その開発が頓挫すれば、IRBM、ICBM の両方のミサイルの保有が果たせなくなるとして、 DF-4 と DF-5 の並行開発を引き続きする、両第一研究員に指示した。計画では DF-5 は二段式ミサイルとし、一段目も二段目も新規開発することとした。第一研究員は DF-5 の設計要求を満たすために主に四つ新技術の習得を考えていた。第一に新規に大水力のエンジンを開発すること、第二に 飛翔制御に新しい最適制御理論を取り入れること、第3に機体に高強度の新型のアルミ合金を使用すること、第4にペネトレーションエイドを取り入れた各弾頭放出装置を開発することであった。開発者にとって上に挙げた洗練された新技術の導入は困難を極め DF-4 に遅れること20ヶ月後の1971年9月10日に、 DF-5 の発射試験が初めて成功した。1969年3月に中ソ国境紛争が起き、改めてソ連の脅威を認識した中国政府指導部は DF-5 の配備を急がせたが、開発のスピードは遅かった。ソ連がアフガニスタン侵攻した5ヶ月後の1980年5月18日と21日に、 最大射程距離の能力確認のため、南太平洋西部に向け、実弾頭を搭載しない発射試験が実施され、成功した。中国指導部は、DF-5 の配備を急ぎ、ミサイルサイロ開発計画、319計画が、まだ完了しないうちに、太平洋に向けた発射試験実施から一か月足らずで、DF-5 の訓練部隊を編成し、ミサイルを仮配備した。 中国指導部は DF-5 の発射方式について生存性と実効性の観点から慎重に検討し、地下サイロ式、長江に浮かべた船から発射する方式、鉄道移動発射方式、その他の陸上固定式、偽装建物格納式の中から地下サイロ発射方式を採用することを決めた。そのミサイルサイロ開発計画、319計画の 成果として1980年末までに2機の試験用ミサイルサイロが完成した。この試験用サイロを使って、ミサイルの収納時の適合性、電気的機械的インターフェースの適合性、推進剤注入時の適合性、目標情報データ入力の適合性が試験された。試験用地下サイロを使用し各種試験が実施され、検討が行われた。 地下サイロに収納されたミサイルを運用する新の実戦部隊への配備は1981年8月から開始された。DF-5 の射程、運用性、信頼性を改善することを目標として近代化型 DF-5A の開発は1983年11月10日から開始された。1986年12月19日。 第7機械工業部第一研究員の後ろ身である、工天工業部第一キワムイは、DF-5A の開発を終了した。DF-5 シリーズは二段式ミサイルであり、寸法及び発射重量は全型共通である。全長は36メートル、直径は3.35メートル、発射時重量は183トンに達し、よく比較される。 米国のタイタン E 弾道ミサイルのサイズ少し上回る。ミサイルサイロに格納するのに邪魔な安定翼はない。機体の主要な部分は従来用いていた ALMG 系アルミ合金から強度は高いが溶接性が悪いとされていた ALCU 系アルミ合金の一種であり、海外で開発された溶接性を改善した新型アルミ合金を使いしている。 エンジンは1段目に新たに開発した70トンの大水力を発生させる UF-20 を4機持ちいクラスター化している。このエンジンはジンバル式の飛翔制御方式を取り入れている。2段目には UF-20 から派生した4機のバーニア用エンジンを備えた UF-20 にお1機持ちい。これらのバーニア用エンジンを使った飛翔制御方式を採用している。 推進剤は、1段目、2段目ともに燃料として、期体障子メチルヒドラジン、酸化剤として、高純度の4酸化に窒素を使用する。DF-5 は、ペネトレーションエイド能力を有し、敵の BMD システムを拡乱させるため、真の核弾頭とともに、デコイやチャフを放出する装置が、ミサイル最上段に搭載されている。基本型 DF-5、 近代化型 DF-5A の核弾頭の核出力は共に 13MT とされている。最新型 DF-5B はマーブ化されていて核弾頭を3発搭載している。それぞれの核弾頭の核出力は150から 350KT とされている。誘導方式はジャイロセンサー、加速度センサー、機載コンピューターによる最適制御理論を取り入れた。 完成誘導直接制御方式を採用した。これによりミサイルは目的とする飛翔時間に最適な飛翔経路を取るように制御される。最大射程は基本型 DF-5 が 3900kg のペイロードで 12000km とされ近代化型 DF-5A と最新型 DF-5B はペイロード 3200kg で 13000km とされる。 d f 五 a 及び d f 五 b の最大射程の拡大は核弾頭の小型化によりペイロードを減らしたことで実現されたものと考えられる。一万三千キロメートルの射程は米国本土を含めた北米全域を射程内に収める。命中精度は完成後方装置の性能向上による恩恵を受け、基本型の d f 五が八百メートル、一万二千キロメートルの セップとされ、完成後方装置の性能が、さらに向上した、近代化型 DF-5A よび、マーブ搭載型 DF-5B が500メートル、1 3 0 0キロメートルの、セップとされる。DF-5 シリーズは、ミサイルサイロに格納され発射される。米国における、ミサイルサイロの運用は、運用するミサイルの数よりも多くのミサイルサイロを、建設し、不定期に、 それぞれの地下サイロ間を移動させて敵ミサイルの直撃のリスクを低減している。それに対し中国では本物のミサイルサイロに加え発射能力のない野菜穴の偽物のミサイルサイロを多く建設し本物のミサイルサイロに格納されたままでミサイルの不定期の移動は実施されていいようである。一般的に地下サイロ発射方式は 推進剤注入その他の発射準備作業を含めたルーチンを偵察衛星の監視の目から暴露されることなく実施できるという利点を持つことが知られている。基本型 DF-5 は1981年から地下サイロに実戦配備されたと考えられている。近代化型 DF-5A の配備は1986年から開始され、現時点で基本型 DF-5 は すでに退役したものと考えられている。マーブ搭載型 DF-5B に関しては、中国の軍事力に関するアメリカ国防省の年次報告書には2015年版に初めて記載がされた。また2016年版ミリタリーバランスに初めてリストに上がり、1個ミサイル旅団で運用されているとしている。ジェーンズ年間によれば、これまでに20から50発の DF-5 と、 20から30発の DF-5A が製造されたと考えられている。2010年の中国の軍事力に関するアメリカ国防省の年次報告書によれば20発の DF-5A のミサイル及び同数の発射装置、地下サイロが実戦配備の状態にあり。4発もしくは5発のミサイルが予備として保管状態にあるとしている。 2016年版ミリタリーバランスによれば20本の地下サイロに DF-5A が配備されていると推定している。DF-5-5A はミサイルサイト1箇所あたり4本から10本の地下サイロに配備されてきたと考えられている。多数の地下サイロが設けられているミサイルサイトは当初は河南省洛陽市、洛寧県河北省カルガン口市、 千火県、チベット自治区アムド県の3カ所に配備された、考えられていた。加えて、河北省洪水死警県、河南省三門橋白死圏にも配備されるようになったとし、主戦の第20基地及び大元の第25基地には、予備のミサイルが保管されている、可能性があるとしていた。DF-5 は2005年頃から、 固体推進材式の DF-31A の代替が進められてきたが DF-5A は依然として現在も実戦配備の状態にあると考えられている。資料によれば2012年現在の DF-5A の配備先は河南省三門橋城市県の第54基地第801ミサイル旅団河南省洛陽市蘭川県の 第54基地第804ミサイル旅団、湖南省懐かし、安州海青族トン族自治県の第55基地第803ミサイル旅団の参加所としている。ミリタリーバランス2016年版によると、DF-5A の運用は2個、ミサイル旅団、DF-5B の運用は1個、ミサイル旅団によって行われているとしている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。